Welcome to my channel. こんにちは、まゆみです。今日はフェルメール展に行ってきたその感想をお話しいたします。よろしくお願いします。実はですね、これですね。はい、これに行ってきました。で、実はですね、私ドイツの、ニコライ同協会っていうところのコンサート、パイプオルガンのコンサートに出演したことがあるんですけれども、2005年だったかな。でその時にね、実は隣なので、隣の町なのでドレスデンに行ったんですね。そしてこの状態ですね、今回これの修復が来ましたよっていうことですよね。でこの状態で実は私見ているんですね、ドレスデンで、それも本場で。でね、その時の印象なんですけれども、ドレスデンに行かれた方ってわかると思うんですけど、ドレスデンってね、旧東ドイツなんですよね。で、ですからいい意味で観光地化されてなくて、街がすごく綺麗でした。私が行ったのはですからもうそろそろ20年ぐらい前になるかと思うんですけど、でね、隣はヨハン・セバスチャン・バッハが、生まれたアイゼナハっていうね、ルターの宗教改革があったところですね。でとかワイマールとか、あとは有名なマイセンとかがあるんですね。でライプツィヒっていうところは音楽の人が行きたい街ですよね。ヨハン・セバスチャン・バッハがオルガニストをずっと務めていたトーマス教会ってとこがあるんですけれども、私はですねそこじゃなくて、その隣にあるニコライ堂教会、実はもっと大きくてもっと美しいです。オルガンももっと巨大で、聖トーマス教会よりも実は大きいんですね。またその話はね、別の回でしたいと思うんですけれども、でその時に電車に乗って30分ほどで確か行けたと、もう少しかかったかな、1時間ぐらいかかったのかな、ドレスデンに行きました。でドレスデンっていうのは歴史にお詳しい方だったらわかると思うんですけど、もうめちゃくちゃに空爆された街で、でそこにもう素敵な街でした。私結構ドレスデン好きでしたね。もうトラムもすごく発達してて、で素敵な教会もたくさんありました。でそこにツインガー宮殿っていう宮殿があるんですね、川に沿って。でそこの中にあるんですよ、このこれを所蔵しているね、ドレスデン国立古典絵画館ですか。でそこね、私行ったんですけどね、行かれた方お分かりになるかと思うんですけどね、海外の建物っていうのは日本と違って、例えばここがデパートとか、ここが美術館とかって分からないんですね、外から見ても。宮殿の中にあるんです。だからどこが入り口か分からないわと思いながら、すごくこう、あ、ここみたいな感じで入った覚えがあります。そしてですね、フェルメールっていうのは実は日本で一番人気のある、絵画でして、海外の人ね、そこまで熱中してないのね。でしかも展示の仕方っていうのが、この間友人にと話しててびっくりされたんですけど、ね、なんて言うんだろう、所狭しと結構こう壁一面にこう展示されちゃってて、これもねその中の一つっていうぐらいの位置づけで飾られてまして、もちろん印象に残ってはいるんですけど、それほど印象にも残ってなかったんですね。でもこの状態で私素敵だなと思っていました。そしたら今回修復してみたら、実はキューピッドがいましたよっていう話なんですよね、後ろにね。でこのキューピッドがいるこの時代、その手紙をやり取りするっていうのが歴史的にすごく流行った時期らしくて、でこの後ろにキューピッドが書かれているっていうことから、この手紙はラブレターだということがわかるということなんですね。例えば世界地図が書いてあれば、遠いところに行っている人からの頼りだよっていうことらしいんですけど、まあ山田五郎さんの、チャンネルで私予習していったので、すごくよく、ああやっぱりねと思ったんですけど、結構ねやっぱりね、日本人ってこっちの方が好きだと思うんですね。でこれ見ちゃうと、ああそうですかっていう
感じですよね。はっきりするし、あ、フェルメール自体はこうやって書いたんだなっていうことが分かったんですけど、そもそもこの状態で人気が出たわけですよね、フェルメールってね。だから修復とか芸術って何だろうってつくづく思ってしまいました。後の人がない方がいいだろうと思って消した人がいて、でその消したものをまたもう最新の科学の、研究を使って顕微鏡でこうミリ単位でもうミクロン単位でこう削ってるっていう様子なども、会場で披露されて、披露といいますか、ビデオで披露されていたんですけど、つくづく本当に芸術って何なんだろうって思ってしまいました。それはですね、音楽でも一緒で、音楽も古楽器、古楽ね、だってピアノっていう楽器が今のようになったのはショパン以降ですからね。ショパンの時代でも今ほどのダイナミックな音は出なかったと思うんですね。なので、例えばヨハン・セバスチャン・バッハの曲、まあ、要するにバロック時代の曲を今のピアノっていう楽器で弾くっていうこと自体無理がある、想定外だったことなんですね、っていうようなことです。それを今現代の楽器で弾いている。で、だからまた元の古楽器っていうもので弾いてみようよっていう、今そういう流れも来ていまして、古楽器も結構今クラシックの、界隈では非常に静かなブームが来ているんです。まあ、ですけれども、今回このね、修復のこの2枚を改めて私は見て、修復とかオリジナルとか、どうなんだろうって思ったんですよね。美しいって何なんだろうとか、オリジナルって何だろうとか、芸術って何だろうとか、皆様はどのようにお考えになられますでしょうか。私が、こういう話をして、音楽以外の話をしていますのは、まあ、私が教えた生徒たちがね、なかなかあんまりそういうことに興味持ってない感じだったんで、まあ、あまりね、便利なところにある学校じゃないからだけど、行きましょうね、ぜひね。私高校時代から展覧会はほとんど有名なものを全部行ってましたね。コンサートは学生権で頑張って行ってました。で、その時役に立たなくても後で、ああそういうことかって思うことたくさんあるから、そしてこういうね、芸術とか美術とか音楽とかお好きな方は同じような感覚を共有できたらと思っておりますよ。はい、今日もありがとうございました。もしちょっとでも興味持っていただけたら、チャンネル登録していただけると本当に嬉しいんです。本当嬉しいんですよ。そうするとね、やっぱモチベーションも上がりますしね、あ、もっと頑張ってみようかなっていうふうに思いますので、ぜひね、気に入ってくださったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。Thank you for as always. So if you interested in my channel, please subscribe my channel and highly rate it. I'm so so happy. So I hope see you next post, another post. いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。